パレンシアはスペインカスティーリアイレオン州パレンシア県のムニシピオパレンシア県の県都である2007年の気候表ほぼすべての海洋の影響から隔絶していることから内陸性気候が特徴であるカスティーリアイレオン州西部はカンタブリア海が近いが海からやってくる雲は山脈に当たってしまうパレンシアはスペインの県都の中で気温が低い方に入るパレンシアは 気温変動の幅が大きい。1月の平均気温が摂氏3.3度なのに対し、7月の平均気温は摂氏21度である。最低気温が氷点下から日中摂氏14度まで上がった記録もある。冬季の2、3ヶ月は氷結が見られる。夏に気温摂氏40度以上となることは滅多にない。年間の降雨量は414ミ、mm、リメートルほどで、 春と秋に雨が多く夏に少ない。年間平均85日が晴天日である。パレンシアから出土した2世紀のローマ時代のモザイク、メデューサを表している。現在はマドリードの国立考古学博物館像、要塞化されたケルティベリア人の定住地はストラボムやプトレマイオス、ローマ人らによってパランティアと翻訳された。プラトは明らかに ケルト語から発生した言葉で、ヒラノ、または平地を意味する。ストラボンは誤って、アレウア氏族の名を割り当てたが、パランティアは、ウアカエー族の主要な町だった。都市は、紀元前2世紀に復従するよう飢餓に追い込まれた。そして、クルニアの司法権の管轄内である、ローマ族州ヒスパニアタラコネンシスに併合された。 小さなローマの駐屯地都市は活発な鋳造所であったが、周辺のローマ領の後期古代にできたローマ人別荘と比較するとそれは些細なことに過ぎなかった。考古学者たちは、ラオルメだとモザイク床要素が特に洗練されていたキンタニラデラクエサでローマ人別荘遺跡を開けた。15世紀ガリシアの年代記作家イバティウスは西ゴート族のタイ。 スエビ族戦争でパレンシアはほとんど破壊されたと述べた。西ゴートをテオドリック2世の治世が終わった時、権力の集中はさらに東のアクイタニアにあった。西ゴートが領土を征服すると、ゴート族の工作地が設置された田舎にあるローマ人別荘を彼らも維持した。三世紀か、それより早くにカトリックのパレンシア司教座が設置された。司教は三世紀に。 アストルガ市教バシリデスを免職させるため集まったとされる。影響力ある西郷土族が到来し、アリウス派を国教とした。反対の立場であるカトリック教徒たちは、パレンシア市教座で議論した。アビラ市教プリシリアンの修行の噂は、ガリシアから発して、アリウス派の西郷土族が治めるティエラデカンポスへ広まった。マウリラは、パレンシアで、 レオビンギルド王によってアリウス派司教に任命され、587年に行われたレカレード王のカトリック改修に従った。589年に彼は第3回トレド公会議を補佐した。聖イルデフォンススの電気作家、コナンティウス司教はトレドにおける宗教会議と会議を補佐し、音楽を作曲した。彼はさらに30年以上司教座を支配し、 弟子である聖ブラガのフルクトオスを持った。8世紀初頭にムーア人が到来し、抵抗活動は小さな城壁の町を治める死教を交えて、粉砕された。そして聖職者の暮らした、要塞化された別荘にはイスラム教徒の勲行が入った。強調した抵抗運動は効果がないように見えた。パレンシアは取るに足らない都市となった。ムーア人の作家は、 ウマイヤ朝にあてて、かつての県の区分において、パレンシアは一度国境都市の場所があっただけだと書いた。パレンシア司教座は、名目上のものとなった。司教座の一帯を921年に継承したのは、ビリアフルエラ博であった。しかし、真のキリスト教の復活者は、ナバラオ山朝三世であった。パレンシアで、エルシットは1074年に、妻ヒメーナと結婚した。 復活した司教座の最初の司教はベルナルドであったと言われている。彼に三蝶三世は複数の城とわずかな修道院のある都市と土地に付随した封建制指導権を授けた。ベルナルドはフランス化、ナバラ出身であると考えられており、パレンシア守護聖人、聖アントリンの納骨道場に大聖堂を再建するという行為に身を捧げた。聖アントリンは パレンシアでただ一人警護され、9月には祭りが行われている。300年後に大聖堂が再建された。第一の宝物は聖アントリンの遺体で、かつてはアクイタニアで深く敬われ、パレンシアへもたらされた。カスティーリア王アルフォンソロクセイは、ベルナルド司教の後継であるライムンド、アジャンのペドロらに多くの特権を送った。ペドロは、 トレド大司教ベルナルドでセディラクが連れてきたものだった。カスティーラ女王ウラカの支持者であったため、彼はアラゴン王アルフォンソ一世によって投獄された。1113年、衆議会が時代の混乱を抑えたベルナルド大司教によってパレンシアで模様された。1212 12年のナバスデトロサの戦いでは、司教、テリが参加し、その勝利によってパレンシアは、 城上部に十字架を紋章として飾る権利を勝ち取った。パレンシア大学は、スペイン最古の大学に数えられ、1208年にアルフォンソ8世によって創立された。しかし学校は、アルフォンソ8世の死の前に並行した。13世紀の詩人ゴンサロでデ・バルセオは、パレンシア大学が開学した時代に学んだとされている。パレンシア大学の教師たちは繁栄する。 サラマンカ大学に引きつけられていった。1410年、司教山著でロハスはアンテケーラの戦いで戦った。この戦いでカスティーリャ摂政フェルナンドがグラナダをムハンマド7世を退けた。そしてカスペの妥協の際にロハスはフェルナンドがアラゴン王位を得られるよう支援した。セイビセンテフェレールはパレンシアで説教を行い、 カトリックの文献が述べるところでは数千のユダヤ人を回収させたほど成功したという。また彼はサンサルバドルの新設病院としてシナゴーグを使うことを許可した。パレンシアにはいくつかの歴史的建造物がある。カリオン川に架か,かる橋は3分の1は中世に再建された。市の左岸は歴史的街並みで、右岸は近世に開発された。 フランボワイアン様式のゴシック建築のサンアントリン大聖堂は1321年から1504年にかけて建てられた。その基礎には低いアーチの西郷東国時代の地下聖堂があり、その博物館にはイサベル一世の宮廷画家、フアンデ・フランデスによる12枚のリタブロなどの美術品が収められている。考古学博物館にはケルティベリア人の陶器が収蔵されている。 パレンシアは13世紀のサンミゲル教会と不安で、バダホスによる18世紀のロココ様式のベネディクト会の酸素イロ修道院などでも有名である。1978年にフランスの自動車製造会社であるルノーが女王用車、組み立て工場を創業しており、ルノー12、ルノー18、ルノー9、ルノー11、ルノー19、ルノー21、 メガーヌ等といった同社の主力車種の生産している。2014年2月には同工場のサイト3にて400万台目のメガーヌを生産した。2015年からはカジャーの生産も行っており、日本市場向けの車両もこの工場からやってくるものがある。ありがとうございます。